でもいらっしゃってください。これじゃ勝ち目はねえ。でもなんとかせにゃ。お侍、アザモウラを取り返すためお力添えを。村の中の者が危うくなるぞ。猛虎は年寄りを痛めつけてるんです。ある捕虜が逃げた罰として。痛めつけて何になる。で、どこに囚われた。一人は神社、あとの二人は家の中に。いかにして入る。門は開かぬぞ。正門の近くに隙間が、子供が通れる大きさです。俺が忍び込もう。肩がつくまで隠れていろ。恩に来ます。
しろと言われたのですが。断ったのだな。しばらくここに隠れておれ。どうか梶山をお助けください。どこかの家に囚われているはずです。太刀の鍛え方を教えろ。断れば首を切り落とす。내기 좀 할 수 있어. 내기 좀 할 수 있다. 逃がしてやる。 もう安全だ。 タカという鍛冶屋のように わしも殺されるかと思いました。 タカは村から逃げた。 安心しろ。 しばらく身を隠せ。 安心するな。行け。
何が望みだ。頼む、命だけは。王子の掟を受け入れれば大ハーンもお許しくださる。拒めば罰を下す。待たせてしまったな。村長か。いかにも。猛虎の掟を受け入れねば村の者を皆殺しにすると脅され、諦めるところでした。よくぞ耐え抜いたな。安全になるまで隠れていろ。猛虎の隊長に家を乗っ取られました。どうか奴も退治なさってください。ありがとうございます。このご恩決して忘れません。ここで死ぬかと思いました。動けるな。今少しだけ辛抱してくれ。恩に来ます。ハルボ、仲間がどんどん殺され、新しい網を作れ。ピッホルクウェイ、ヘッデンウドリアフラ。魚を取れば殺しはしない。サガスベリ、ビッチャムサンハンディ。ネギ
댄 내게 멋있어. 어? 侍か。 愚しめたな。もうこの掟に従えばこいつらは苦しまずに済む。愚かな嘘をつくな。死をもって償うがいい。その首俺が切り落としてやる。愚かな嘘をつくな。死をもって償うがいい。その首俺が切り落としてやる。熱っちゃった。